ポール・バニアンの像ポール・バニアンは、アメリカ合衆国やカナダの民話。アメリカ合衆国の伝説上の巨人、西部開拓時代の怪力無双の木こりである。次のような特徴を語られる。アメリカ合衆国やカナダの民話には、先住民の伝説や移民がヨーロッパから伝えた話の他にも、開拓民が苦しい生活から生み出した話がある。それらは、トールテールと呼ばれている。 特に、大ダ,ダラボッチのような大巨人、ポール・バニアンの話が有名とされている。ポールは、ベビーベッドを、大いかだに組んで、大西洋に浮かばせなければならないほどの、生まれつきの大巨人だった。木こりになったポールは、数十メートルもある、大きな斧を怪力で振り回し、ベイブという、大きなお牛や愉快な仲間数人を連れて、アメリカ全土の木を打って、歩くようになった。昔、 アメリカは平らで山も谷もなかった。そこへポール・バニアンが現れアメリカを変えた。例えばある時ユタ州で相棒のベイブが病気になり死にかけた。心優しいポールはおいおい泣き出してしまった。滝のように流れ落ちた涙が溜まってグレーとソルトコができたという。また暑いアリゾナからカリフォルニアへ行く途中。 岩山の間に足を入れて休んでいた時のことだった。ポールが斧で軟気なしに岩山を軽く叩くと、そこに深い割れ目ができて、今のグランドキャニオンになった。木こりのキャンプ生活で、ポールたちは飲み水を貯める貯水池が必要になった。なぜなら、ベーブだけでも、ちょっとした湖一杯分の水を飲んだからだった。そこで、ポールが最初に、オンタリオコを掘ったが、 それでも足りないためエリイコを掘った。しかし、仲間が増えてきたので、ヒューロンコ、ミシュガンコ、スペリオルコまで掘った。それでも水が不足しがちなので、ソリに桶を積んで、大西洋から水を運んだが、ポールはそれをひっくり返してしまった。大変なことに、水は洪水となって南へ流れていった。しかしポールは、水の前に先回りをすると、大きなシャベルで溝を掘り続けた。 この溝がミシシッピ川となり、その両側に盛られた土がアパラチア山脈とロッキー山脈になったという。ポールたちの食事も大変なものだった。大男ぞろいのキコリばかりだったので、ホットケーキを焼くにしても直径数百メートルもあるフライパンに油を引くため、一苦労だった。そこでポールは、比較的体の小さいキコリ数人の靴底にベーコンをつけて、 フライパンの上でスケートをさせた。この他にも、ポールと仲間たちの話は無数に存在する。アメリカのトールテールの主人公は、巨人以外にも、アラモで玉砕したデイビークロケットや、ミシシッピ側の荒くれ戦闘で有名なマイク・フィンク、蒸気ドリルにハンマーで打ち勝ったという黒人の戦闘フュージョン、ヘンリーなど、多数ある。また、職場の伝説的人物が主人公である。 トールテールも豊富にある。彼らは大きさ、強さ、創意の象徴としてアメリカ的なおおらかな笑いを引き起こすとされている。トールテールに陰出な要素がない理由は開拓民にとって現実がどれほど厳しくとも悲観的にならず、笑いによって活力を養っていこうとする努力ゆえだとみられる。ポール・バニアンに関する物語の起源は 19世紀後半に五代庫から太平洋北西海岸一帯で伝わっていた話がと言われている。しかし、現在入手できる資料のほとんどは交渉によるよりも意識的に創作された作品であり、コマーシャルに利用されてもいる。それ以降も、ポールの物語は手を返しなを変えた数生み出されてきた。一面では、ポールはポパイやスーパーマンと同列に扱われてきている。 同時に開拓民が直面した伐採作業から生み出されたポールの話はアメリカ民衆の創造力の代表とされている。ありがとうございます。